おすすめ。プロデューサーってそのビジネスをしたりとかお金をファイナンスしたりっていうイメージが強いんですけど、アニメのプロデューサーで一番大事なのはやっぱ現場で映像を作ることなんですよね。なので学校とかには行かない方がいいと思います。とにかく一日も早くアニメの現場に入って、でそこでアニメがどうやって作られてるかっていうことを誰よりも詳しく知れば、いつの間にかあいつが一番詳しいから、じゃあ新しい作品を作るときにあいつに任せてみようってことになると思うので、僕も別になんかこう勉強したわけでもなりたいって言ったわけでもなくて、まあ、ある日、まあ、お前ならできるからそろそろやんなさいよって言われて任せられたっていうのがきっかけですよね。なんでマレーシアの方はもしマレーシアなければ、例えば留学とかインターンとかっていう制度を使って、それが日本の現場に飛び込むことが一番大事かなというふうに思いますね。資格は特にないんですけど、制作進行というですね、まあ実写でいうとラインプロデューサーですね。そのスタッフを集めてスケジュールを管理をして、で作品を最終的に作るまでをやる、まあいわゆるその現場の制作進行っていうスタッフがあるんですよ。でそれを積み重ねていくうちに、じゃあ1パートではなく全体を見なさい、でもっと大きく見なさい、で最終的にはじゃあ全部1本作品を見なさいってことでプロデューサーになるって形が一番大きいです。ちょっと実写みたい、実写に似てますね。まずテレビは放映をしながらお客さんの反応を確かめながら作ることができるんですよね。なんでまあ1話2話3話を作って、例えば視聴率とか、あとはそのインターネット上の反応とかを見ながら、じゃあ後半こういう風にしていこうみたいなことが非常に面白い。ただテレビの場合は放送してしまえばある程度ビジネスは完結するんですよね。で映画は公開前に一切お客さんの反応がわからないんです。しかも公開したらその映画が面白いと思ってお金を払ってもらえらないので、前者はどっちかというとチャレンジなことができる、で映画はどっちかというともうヒットさせるためにありとあらゆる努力が必要なので、映画の方が難しいしチャレンジングなので、僕は映画の方が好きですね。実は僕らは今別なプロジェクトは手書きで作ってます。でやっぱり手書きだろうが 3D だろうがやっぱりすごい映像を作ろうっていう思いは同じなんですよね。ただこれまで日本の 3D って非常にゲームがから始まった 3D なんで、すごくリアルな、人間をいかにリアルに作ったとしてもやっぱりそれってお客さんがすれば気持ち悪いんですよね。ただ手で描いたアニメーションをもし 3D で表現できるんであれば、これまで 3D のスタッフがなかなかできなかったことが一気にできるというふうに考えているので、僕らとしてはあんまり 2D、3D という垣根を作らずに、もうすごい映像を作れるんであればもうどっちを混ぜてもいいし、見た目は同じだからというふうに考えて作ってますね。手書きの良さはなくならないと思うんですよね。ただ手書きの人にできないことを 3D の人がやり、で手書きの人はその例えば40歳50歳になって今までと同じようにずっと同じ仕事ってできないわけですよ。ただ手書きの人はキャラクターデザインとかそのメインのところをやってもらって、でそこから先は 3D の人にやってもらうということにすれば、ちゃんと年を取ってもハイクオリティなスタッフにこれまで頑張ってきたスタッフが変われると思うんですよね。で僕らはちゃんとスタッフが高齢化してもその人が活躍できるような状況を作るために今 3D も積極的に扱っているので、何か手書きがなくなるということはないと思います。日本でその世界にその打って出れる映像っていうのはやっぱりアニメーションだと思うんですよね。で例えばハリウッドのブラッド・ピットとか、ジレ・ロバスとかね、出てるものは全世界の人が見ますけど、日本の俳優が演じているものっていうのは全世界では勝負できないと思うんですよ。日本人しか知らないから。ただアニメーションはそのアニメというキャラクターは全世界誰が見ても
ちゃんとシンパシーを持ってもらえるので、うん、僕は世界中の世界って意味で面白いと思えるストーリーですね。ストーリー、うん、でちゃんとドラマがあるもん、うん、でちゃんと今この世の中で起こっている問題に対してあるメッセージがあるものを作っていきたいと思ってます、うん、であまり萌えアニメとか、うん、そのキャラクターアニメには僕は興味がないです、うんうん、やっぱり現代を舞台にした物語じゃないですかね。あの009も物語の舞台は2013年で、うん、東のエーデンは2011年だったんですよ、うん、そうすると今映画を見ているお客さんの変えている問題をリアルタイムにアニメーションで描いていく、でちょっと先を描く、うん、それが一番面白いと思いますね。あのさっき映画を見て、うん、あとは舞台化にするが面白い。あ、違うな、どういうことですか。どんなジャンルの方が、難しいですか。あ、挑戦、あ、だから今言った通り、うん、そのリアルタイムな今を描くっていうことが一番難しいかな、うん、で SF とかファンタジーとか時代劇っていうのは、うん、まあ、別の世界の話じゃないですか、うん、でそれはそれで難しいんだけど、うん、まあ、僕らが面白いのはもうほぼ今この瞬間にこのキャラクターが存在して、うん、でこういうことが起こったとして見てる人は一体何を考えますかっていうような作品が面白いですね。アニメの方がアニメが面白いですね、うん、アニメより面白いものはないと思います僕。まず宮崎監督は、うん、ナウシカですね。ナウシカ、うん、風の谷のナウシカのナウシカって分かります。宮崎さん代表作の、はいはいはい、でたった一人の少女が世界を救ったっていう話ですけど、うん、宮崎監督は本当に自分が作った一本の映画で、うん、世界を救おうって本当に思ってる人なんですね、うん、なんで彼が作るものは常にスケールが大きく、うん、そのみんなを全員助けようとするじゃないですか、うん、それは宮崎さん本人もそういう人なんですよ、うん、これは非常に面白い。で押井監督はどちらかというと世界をすごく引いて見てます、うん、悪いことが起ころうがいいことが起ころうが、うん、それはもう全て起こるべきことだと、うん、でそれを自分はちょっと引いた目でね、うん、その分析的に描く、うん、これがこの2人の監督の大きな違いじゃないですかね、うん、具体的には言えないんですけど、やっぱりアニメーションで作ってるとね、うん、大変なことをトラブルがいっぱいあるんですよ、うん、で途中で逃げちゃう人もいれば、うん、途中で病気になっちゃう人もいれば、うん、諦めちゃう人もいるんですね、うん、でもとにかく出来上がるまで最後まで、うん、何としてでも諦めずに、うん、何としてでも現場に居続ける、うん、っていうことだけを貫いていくと、うんうんうん、みんながねじゃあ次もあいつに任せようと思ってくれるんですよ。だからあんまりこう頭で考えすぎたりとか悩んだりとかせずに、うん、とにかく最後まで責任を持つ、そう必ず次の仕事が自分のところにやってくる。責任感、そうですね、何から何まで責任感じゃないですかね。逆にそれ以外のものはあまりいらないと思います。